大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さん弁さんは大阪弁護士会に所属する弁護士さんでも私にとっては頼れるお隣さんさて今日はどんな話を聞かせてくれるんでしょう大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さん この番組は悩まんと頼りにしてや弁護士を一人やない大阪弁護士会がお送りします先週に引き続き大阪弁護士会 憲法問題特別委員会刑事弁護委員会等所属松田真希弁護士ですこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっとリスナーの皆さんに先週を振り返りましょうか松田真希弁護士はですね大学卒業後企業に就職そしてサラリーワーカーを経て1年発起なんと39歳でよし 弁護士目指そううというか法科大学入ろうって言って入って44歳で司法試験合格なんと絶賛4人の子育て奮闘中の弁さんんなですあの楽しみは YouTube 視聴そしてお笑いとか見られるということですけれども、はい、そして井上尚也のボクシングも見ているというのはこれ楽しみでね、はい、もう本当 YouTube とかもう検索を井上尚也っていつもやって。はい 上ががっっててくるる動画を見るっていうの本当楽しみですねなんでそんなたまたまはまったんですかもともと格闘技やってたっていうのがあって,っ,何やってたんですか合気道やってた時代もちょっとあってねで<ー>格闘技好きなんですけれど、はい、やっぱりボクシングもね大好きだったんですよやっぱりこうねカリスマ的な達嘉さんとかはー私らやっぱりね福士さんとか見てきてる世代なんでやっぱりねあのボクシングってとつき合いのスポーツっていうイメージもあって痛そうですもんね。そうでしょ けど井上尚弥選手の試合をこう見て美ですよねもう美しさを感じるぐらいのすごいなと思って日本の至宝ですね。 かっ,いいね、かっこいいですか大好きですね、はい、そういうのも見てあるんですか見てます見てますすごいな忙しい <laughs> 中にそんなインチューブも見てい,やい,やい,やいい時代になりました本当にね,ねそうですね身近にね、はい、すぐ見られるっていう美しい動きを見られるっての幸せですね幸せですねちょっと先週お話を伺ったのはあの性別変更未成年の こなしという要件が合憲だという最高裁判断についてちょっとお話ししていただいたんですけどちょっっっと振り返ててもらってもらいいですか、はい、トランスジェンダーと言われる方が、うん、戸籍の性別を変更する際に、ま、日本っていうのはそのすごく要件ハードルが高い、はい、でその中でその、ま、手術要件だったりとか生殖機能を全部除去するとかそういった手術要件がある中で戸籍の中に「子」っていうのがある ということだけで、うん、それがもう青年達するまでは性別変更はできない。っていう要件。子供が成年達していなければ、もう戸籍以外の条件を全てクリアしていても、戸籍で性別変更ができない,い。おっしゃる通りですね。うん、これはもう本当にあの親権者であるか、一緒に住んでるとか一切関係なく、戸籍に子っていうのが載ってるだけで、子供がえー、今やったら18ですね。達するまでは性別変更はできないと。うんそれ でおかしないということで裁判をされたんだけれども、はい、最高裁の判決ではいやそれは合憲だという判決は出たことは出たんですね,で,すねでも今回のその画期的でだったところというのはそうですねその反対意見というのが付されたんですねで今まで先ほどのいろんな要件についても今まで最高裁まで争われた事件というのはあったんですけれど、うん、まあ全て合憲なってた中で確かに本件も 合憲だったんですけど反対意見最高裁の判事がこれは違憲だという意見を伏してくれた、うん、これは本当に画期的だったと私は思ってます他にも性的マイノリティに関する裁判にも力を入れてお仕事されていると聞いています、はい、他にはどんなことがありましたかちょうど今争っているのは二、うん、人のママ認知訴訟二、まあ、人のママ訴訟というふうにあるいは呼んでるんですけれど、ええ、ちょっと分かりやすく言ってもらえますか、はい、えーとまあ レズビアンカップルなんですけれど、はい、レズビアンカップルの片方の方がトランスジェンダーなんですね、うん、で元身体的に男性だった、はい、で、その男性だった時に、まあ、精子を凍結保存してはったんですねなるほど、はいはい、でパートナーの女性がその精子を使って解体出産をして子供が生まれたとだからまあ正真正銘、まあ、お二人の DNA 上は正真正銘お二人の子供、はい、子供 ところがですね、出産したお母さんはそのまま出産したということで、あの当然のことながら子供さんの親なんですね、はい、母親。ところが精子を提供したレズビアンの方ですね、トランスジェンダー。うん、この方が自分の子ですよね、これ認知。そうですね。で育ててもいますしね、実際に。遺伝上子供ですよね,そうね。認知ができない、受理されなかったんですね。<ー>で、はい。まあこれについて今あの争っています。これはなんで認められないんですか。なんか。うん 遺伝子上も2人の子供だし子供もも幸せを考えると保護者がそうやっているっていうのはいいことなのかななんて思っちゃうんですけどそうです、ね、認知っていうのはあの子供さんのための制度なんですけれど、はい、結局、まあ、日本の法制度っていうのが、まあ、想定外こういったことが起こると追いついていない穴があるわけですね。その法律ができた時は 今のような生殖医療はなかったでしょうしそういった事態は想定されてなかったってことですよねきっとそうでしょうね、まあ、その時はそこまで想像が及んでない段階でやっぱり法律が作られてるのでやっぱりこういった合致しない、ね、多様性が認められている実際こうっていうか昔からあるものですよね、はい、こういったあのレズビアにしてもトランスジェンダーの方にしてもあるんですけれどまあその方々がやっぱり今まではやっぱりこう認められなかった権利っていうのを まあ皆さんに認められて多少主張できる世の中にあとなってきたところがやっぱり法制度が追いついていないっていうところだと思います。それってどうしたらいいんですか？まあ我々はこうやってこうこの訴訟っていう形でしかやっぱり権利実現という方法は私もまあ具体的には知らないんですけれど、うん、やっぱり皆さんのやっぱり理解っていうかまあそういった認知っていうのがっもっともっと広がっていく必要がある。やっぱりみんな持っている。 同じ権利っていうのがまた実現されなきゃいけないっていうところに行かなきゃいけないのかなっていうふうに思いますよね。そうですよね。うん、多分その今ってこう価値観がすごく劇的にどんどん変わっていっている時代なんだと思うんですよね。でなかなか変わっていってるけれどもそれにまだちょっと法律とは。 随分差があるなというのを感じるところもあるんですけれども。そうですね。まあ、そういった帰りを、まあ、埋めていくっていうの、は我々司法の仕、まあ、役割なのかなっていうふうには感じているところです。日々、そういった取り組みもされていますけれども、どうでしょう。今後。やっていきたいことを、お話しいただけますか。そうですね。あの。私は比較的刑事事件っていうのを多めにやっている方かな。 で刑事事件の中で、まあ、その治療的司法っていうのを、うん、やっぱりそういったこと新しい言葉ですよね何ですかそれ治療的司法ちょっと私聞いたことなかったんですけどですね悪いことをしましたではに目には目をはには目ですよね、はい、だからそれに見合った罰を与えるっていうのが刑事の、まあ、大原則だし、うん、まあ実際そうなんですけれど、はい、やっぱりそこに限界が来てるのかなって っていうふううふに思うんですよ、ね、で実際じゃそれどういうことなのかっていうとやっぱり薬物依存症だったり、まあ、聞いたことあるかなクレプトマニアってやって窃盗癖っていう方、はい、とか、はい、ややめめたくてもやめられない依存症の方ですね、はい、あるいはその自分の自由意志で悪いことやったんだから。 責められて当たり前だから罰与えるんだっていうけど、うんうん、その行為選択の過程で例えば発達障害だったりとか特性ですよね,ね敵にこだわりがどうしても強いだとかそういったことがこう背景にあって結果こう犯罪行為をやらざれなくなってしまってると、はい、それってさっき言ったの自由意志でその自分の悪い行為を選択してるから罰与えるよっていう,うん、うん、その責任主義の大原則やっぱ合わない ですね、確かにで、うん、それで例えば罰したとしてもまた同じことは繰り返されてしまいますよね,そうす,ねそうすると何の問題解決にもなってないですよねおっしゃる通りですねその自分で行為非難でそ,のそれに対して罰を与えるってことによってやっぱり究極の目的って犯罪をなくすためですよね皆さんの幸せの実現のために、はい、再犯防止なんですけど。うん することがそう達しない <laughs> すると事件として処理をしてしまっても問題が解決していないので我々がその目指すところに行けないっていうところでまあこういった事件が起こったきっかけに再犯防止のためにどうすべきかっていった時に考えが出てきたのが治療的手法。 っていう考え方ですよねはい、はい、やっぱりその二度と再犯を繰り返さないために何も刑務所、まあ、なくすわけではないですよ刑務所行くということの一つの要望、まあ、にはなるんだろうと思うんですがそれだけではやはり実現できない再犯防止っていうので治療的手、司、ま、法、あ、あいろいろ環境調整をしたりだとか、はい、いろんなことをやっていこうっていうそういう発想ですよね。あその人が、まあ、もちろん刑務所に行った に、例えば、社会に戻った時の環境を、じゃ、考えるとか。その人が、その後、生きていくための、何かサポートなり。それが、治療的な行為が入るってこと。そうですね。えー、は究極に、やっぱり、その、刑務所に行かないでも。やっぱり、それなりに、ね、やっぱ、経済もかかっちゃう。だからそ、その代わりになるものとか、あるいは、そういったものを、まあ、考えていく。いわゆる、まあ、責任主義の限界というのは、今、来てるのかなっていうふうに思ってて。何か、こう、手探りですけれど、はい、何か、そういった。 ものをこう作ってていいいけけたたり見出していけたらい,いかなとで、はい、今の刑事弁護でもそういったことをこう実現できたらいいなと思ってちょっとまあ小さいことながらいろろいやっっっててていいるって感じです、ね、いやもうぜひあの松田弁護士弁護士としてのポリシーも聞かせていただきたいんですけれどもやっぱり忘れてならないのは私たちはさっき言ったように司法っていう言葉を使っているように三権分立の中の一つの司法っていう司法権を担っているっていうことを忘れちゃいけないのかなっていうふうに思って。うん 先ほどのまあマイノリティの方、まあ、刑事事件でもそうですね、まあ、マイノリティですよね、うん、の民主主義におけるその少数者の権利擁護機能をまあ果たすのが司法の役割なんだと。うん、で基本的なその人権擁護のためにはやっぱりそういったこう少数者の側の我々代弁者としてやっていくにはやっぱり多数派とか、まあ、権力とか時に法律先ほど言った法律や過去ですよね、うん、判例ともバタバタ戦っていく。 っていうまあ使命っていうのは私たちは持っていかなきゃいけないまあその自覚と誇りはまあ持っていく必要があるのかなというふうには思ってますね本当にもうまだまだお話を聞いていたいですしその進む道が楽しみだという感じがいたしますまだ未熟なんで<う>いえいえまたぜひたくさんお話聞かせてください今日ありがとうございましたありがとうございましたここで大阪弁護士会からのお知らせです 大阪弁護士会では、電話による犯罪被害者弁護ラインを実施して、犯罪の被害に遭われた方からの相談に弁護士が無料で答えています。捜査や裁判手続きについてわからないことがある、加害者側の弁護人からの連絡にどう対応したらいいのか、マスコミへの対応など被害者の立場に立って相談に応じます。 実施している時間は、毎週火曜日午後三時から六時。今週は、明日二十五日火曜日の午後三時から午後六時となっています。電話番号は、零六六三六四六二五一。零六六三六四六二五一です。大阪弁護士会では、犯罪被害者弁護ラインのほかにも。 人権被害に関する無料電話相談を行っています大阪弁護士会無料電話相談で検索してください以上大阪弁護士会からのお知らせでした番組ではメールや該当インタビューで弁さんのイメージ弁護士さんにどんなイメージをお持ちですかとお聞きしていますあなたも一票投票しませんか詳しくは番組ホームページをご覧ください それではまた来週大阪弁護士会プレゼンツ隣の弁さんこの番組は悩まんと頼りにしてや弁護士を一人やない大阪弁護士会がお送りしました